小松綾夫が新しいハース F1 チームの代表に就任することに関連して彼はジーン・ハースからの指示に基づいて新たな組織を築くことを目指している。シュタイナーの後任としての期待にもかかわらず小松は自身がギュンター・シュタイナーになりたいわけではなく彼の代替物になりたいとも考えていない。小松はジーン・ハースの意向が非常に明確で成功を収めるためには。 実績ある組織を構築することが重要であると理解している小松はもしジーンがギュンター同等の人物の公認を望んでいたなら彼は別の人を選んだだろうと述べハースのオーナーであるジーンハースが新しい指導者に対して求める方向性に従う姿勢を強調しているそのため小松は自分自身を最高の状態にし成功を収めるために努力することに集中するつもりだ 一方で、ギュンター・シュタイナーの商業的な影響力が非常に大きかったことは認識されている。シュタイナーはチームの第三のドライバーのような存在であり、スポンサーとの関係構築においても欠かせない存在だった。ハースのマーケティングディレクターであるマーク・モレルやマネーグラムの最高マーケティング責任者であるグレッグ・ホールも、シュタイナーとの関係を強調し、その存在がビジネスにおいて重要であったことを示唆している。小松は、 異なるキャラクターを持ち、シュタイナーとは異なるアプローチでチームを引き入れことを意図しているしかし同時に商業的な側面にも関与する姿勢を見せておりモデルやホールとの連携を通じてスポンサーとの良好な関係を維持する考えを示している彼は自身がマーケティングの第一人者になるつもりはないとしつつもチームの成功に向けて戦略的な連携を築く意向を表明しているコメント小松さん 大変でしょうが頑張ってくださいシュタイナーではなく小松さんの持ち味を生かして存在感が出ることを願っています。